看病で離脱、復帰初打席で両軍からエール、打つのが大変だったよ。ドジャース5サンフィリーズ、日時間6日、ロサンゼルスドジャースのフレディ・フリーマン内野手は5日、日時間6日、4どころち、フィリーズ戦に3番、1塁で8戦ぶりの復帰を果たした。初回に打席に向かうと、観客は総立ち。拍手が鳴り止まず、試合が一時中断した。フリーマンは、試合後、フィリーズも、リスペクトを持って接してくれたと感謝の意を示した。フリーマンは三男のマックス君が、ヒラン、症候群を発症し、7月26日、同27日からチームを離れ、看病に当たっていた。解放に向かい、この日からチームに合流し、試合前の会見では涙を流しながら、息子の病状について語っていた。試合前には、大谷翔平、山、吉野良投手らとジャースナインが、マックストロングと書かれた T シャツを着用し、フリーマンにエール。第1打席を迎えると、場内のファンが立ち上がって拍手。相手捕手のスタッブスは、投手の方へ向かい間を取り、ハーパーらも拍手をしていた。フリーマンもヘルメットを取り、感極まりながら、両ベンチ、観客にお礼をしていた。試合後、フリーマンは感極まった瞬間を振り返り、ドジャースファンにも感謝をしたい。彼らは、素晴らしいよと感激。復帰後初打席は、空振り三振。打つのが大変だったよ。でも、それは、いいことだし、構わないことだよ。私のキャリアで、最高の三振の一つだったねと笑顔を見せた。この日、スタンドの最前列で父と義母が観戦。涙を浮かべていた。彼は泣いていたとは言えないかもしれないけど、胸が詰まっているようだった。それを見て、ぐっと来たんだと振り返った。また、離脱期間では、多数のエールが集まった。ハーパーは何度もメールを送って心配してくれたという。球界のコミュニティが、祈りと愛と応援でマックスを支えてくれたと、繰り返した。チームは復帰後初戦を勝利で飾り、自身も、第2打席で、初安打。一方でこの日は2三振を喫した。明日は、フィリーズ先発予定のサンチェスのシンカーを振らないで、しっかり真ん中のボールを打つようにするよと笑いながら、球場を後にした。河村小太、小代河村、